はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ハオデン79回目ですね、やっていきたいと思います。トトミですね、浅井長政さんのいらっしゃるところなんですけど、ちょっと訓練をね、ウドノさんでやっていただきましょう。はい、OK。 もう補欠声だけでいいですね。ここね、雇えるんじゃないかなと、9.5 かちょっと高いね。まあ半分使いましょうか。100、はい。でまた輸送というかね、移動させていきましょう。まあ200頭ばかり買っときましょうか。キパ、はい。いや、どうしようかな。いや、やっぱりやめとこう。とりあえず作事回収。はい、で商業奨励を村重さん最大でもなんか上がらんような気がするな。じゃあ農業あたりさせましょうか。島ですね。ここも野党、じゃなくて雇いね。ここも100だけ雇いましょう。で訓練させます。最大ね。で70の兵をここに送りましょう。輸送、金とかいらんのでね。騎馬ね、100いきましょうか。で足軽100ね。はい、はい、いってらっしゃい。これはオッケーね。で訓練が下がっとるので、畑さんにまず訓練、治安上げときたいな。治安上げとこか。ここは、そうかそうか、訓練がいけてるので、まあここに来た時にちょっと調査をかけるべきなんでしょうね。騎馬をちょっと所望しましょう。200ね。はい、であとはお城作りを、ほい。あ、そっかそっか、論考忘れてたな。次やっときましょうね。
ここは雇えないんですよね。ちょっと近隣調査させましょうか。多条偵察。一回行きましょう。はい。ああ失敗してるし。じゃあ諦めて。でもう一回ちょっと家康さんでできるだけかけていきましょう。はい、いってらっしゃい。はい、失敗。家康さんが失敗する。173。あんまり。はい、八神城。178ね。で、ここは見れてる。ここも見れてる。こっち行けるかな。もう一丁。ラスト。三木城見れましたね。ああ別所さんがいるんだ。ああなるほどね。ああおばたさん亡くなった。お年でしたからね。さんに雇わせよっかな。100だけ。はい。で村重さんで訓練ね。はい。多条偵察ね。じゃないんですよね、これ。ああ、やっぱりな。本当は久秀さんクラスとかでやらないとダメなんですけどね。ここね結構鉄砲が多いんですよね。まあとりあえず農業やっときましょう。誰かいないかなと。ヤマトですね。ああここは気合が足りない。まずうん分かってるんですよはい森さんと長井さんね。永井さんが政治がいいんですよね。だから永井さんに農業。で、森さんに回収。
今月は動けないんじゃないかな。うん、そうだよね。そろそろ攻め込んでもいいような気はしますね。農業あげれないから、そうね、700、あ、7点なんぼだったら雇えますよね。100、あ、9.5 か。50残しで150ずつでいっても面白いんですけどね。まず攻めれるメンバー集めてこないとダメですからね。行くとすればね、田原さんと鳥居さんなんですけど、あとバックアップ要員連れてくるかですよね。この辺からですね、やっぱり。はい、長政さんと道山さんが今月は動けるよと。まず治安100にしときましょう。で、農業ね、全然追いついてないね、農業が。鴨さんね、あどこ行こう。うん、100だけ行きましょうか。はい、あー動けないね今月は。はい、うーん、分かってるんよ分かってるんですけど、さあどうしよっかな。訓練の100ね、治安が悪い、うん、治安が悪いね。治安が悪いので、まず三好さん、はい、で雪高さん、誰かいないかな。お、あー、吉春さんか、来ないでしょうね。吉春さんこんなとこにいたんだ。とりあえず治安をね上げとかないとシャレならないですよね。
さあ、後にも先にも先にこれをやっときましょう。はい、まず泉、はい、山城、うん、これね、山城ではあげません。添付、領地の多いとこね。終わりはダメね。終わりも400しかないんで。数いきます。その代わり20、はい、で大和ね。高山さん6、まあ利江さんは大丈夫ね。はい、北近江、17、はい、磯野さん、19、18でいいかな。55ね。はい、で島さんね。報奨金だ。あ、花王さん、ちょっと
で、後藤さん。あー、早いか。まあ、あとはいいか。で、終わり。まず森さんね。7。はい、のぶゆきさんも7。はい、林さん6。で、さくまさん一緒6。コロクちゃん、コロクちゃんね、5でいいね。林さん、林さんも5でいいね。はい、下方さん、下方さんも5でいいや。あとは大丈夫ね。三河うどのさん、そうね、5をねちょっと不満出る前に。村重さんも5いとこか。はっちゃん、はっちゃん早いか。こんなもんですね。はい、であとは内政なんですけど、丹羽さんと藤高さんが動けそうですね。ではちょっと内政は次回に持っていきたいと思います。ハオデン79回目でした。それではさよなら。